この日の前日、バスタ新宿から夜行高速バスに乗ったウプ主、長野駅で降りて、信濃鉄道線直通電車に乗って隣の青森で降りて、そこから歩いて数分の踏切から撮り鉄をして、メインのカシオペア新宿の撮影は、信濃の以前が遅れた影響で、被ることなく成功した。青森へ戻って、信濃鉄道線直通電車に乗って千曲川を渡っています。というより、千曲川をすでに渡っていましたけどね、デヘペロ。上田や小諸、軽井沢まで乗り通さず、戸倉で降りました。ここからワンマン運転になるので、初代長野色の軽井沢駅をお見送りします。信濃鉄道115系のドアチャイムは、相模鉄道の8000系や9000系などや、東海道山陽新幹線の N700 系と同じタイプです。そういえば、信濃鉄道のほか、甲羅電車が、ウプ主が来た日の、2、3日前に運用を終えました。この日までは知ってくれたらいいのに。無念です。でも、撮影や乗車したからいいか。戸倉で降りた理由は、信濃鉄道の車両基地があるので止まっている115系などを、ホームから撮影ができる。この日は、青森で撮影した115系しか食がいたので、存分に撮影していたら、信濃鉄道の新型車両でもある SR1 系の、快速軽井沢リゾート1号がいたので、撮影しました。ということで、発車のところを、動画撮影しますか。軽井沢リゾート号は、電車指定席なので、JR の区間でも、走っても駅ネットでは予約ができないので、信濃鉄道のホームページから予約できます。ちなみに観光列車の快速六門号も、同様です。戸倉駅のホームで小休止していたら、信濃鉄道色115系2両の、上田駅ワンマン電車が来て、信濃鉄道色115系2両の、長野駅ワンマン電車も来ましたので、撮影。この光景も新型車両の SR1 系が増えたらどうなるのかな?というより、信濃鉄道の新型車両導入が見直されるみたいですね。そうしているうちに、上田駅が発車して、長野駅ワンマン電車が発車しますので、軽井沢リゾート号と同様に動画でお見送りします。長野県警のおまわりさんから事情聴取を食らった。童貞撮り鉄さん、何をしているかな?信濃鉄道の車両を撮っているのである。車庫に SR1 系がいますが、入れ替えをして、ホームに入線します。エアーが抜けた音がしますけど、そこは気にしないでください。今年7月にデビューした信濃鉄道 SR1 系、通勤ライナーや青森の踏切などで撮影した、軽井沢リゾート号や、一部の普通列車で使っています。この影響で115系3両と、2両が1編成ずつ引退して、長野で重機の餌になってしまいました。戸倉で降りた理由は、115系の、撮影と、戸倉始発の SR1 系が運行する普通軽井沢行き、ワンマン電車に乗るのが目的である。ウプ主がこれから乗る軽井沢行きの、
SR1 系は、信州の爽やかな風を、青で基調としたイメージで、表現して、ロゴは、上質感と高級感を、ロイヤルブルーとジャパンゴールドで、演出し、山並みと清流を緑と、水色のラインで表現しています。車内に乗り込みましたが、ロングシートモードである、長野から来た115系3両編成のトグラ止まりの、接続を受けて、SR1 系の軽井沢行きワンマン電車が発車しますので、前面展望でご覧ください。この列車は、上田、小諸方面、軽井沢行き、普通、ワンマン列車です。まもなく発車いたします。This is a local service train bound for 上田、小諸、and 軽井沢。This train runs with a single operator and no conductors.The train will depart shortly. ドアが閉まります。ご注意ください。県警特命係です。アモリで住民からの通報でおまわりさんから事情聴取を食らった童貞取り鉄さん、どうしてああなったのですか？それは自分から長野県警に聞きたいものです。でもあの踏切は歩行者と自転車しか通れないくらいの狭さで、脚立を使ったのは間違いないが、歩行者などが踏切を通るときは畳んでいますし、踏切が鳴ったときに脚立を広げてるので、はい。しかし、住民からの通報を受けて、長野県警のおまわりさんが、出動するのはどうしてかな？ウプ主以外の同僚者も、長野県民じゃなかったし、一言言えば、不審者だったから通報したかもね。しかも、撮り鉄は、いろいろと問題を、起こして、地元住民に迷惑を、かけているし、新型コロナ騒動でウプ主さんが、住んでいる首都圏などが長野県などへ来たら、新型コロナウイルスを、まき散らすのではないかと不信感を招いているからああなったかもね。ああ、マナーを守っても住民から不審者と見られては、絶望したと叫びたくなる。では、SR1 系の車内でウプ主さんのお箱をどうぞ。絶望した、住民からの、通報で童貞取り鉄という不審者の、レッテルを貼られたことに絶望した。まあ、列車撮影を、するときは、童貞取り鉄という不審者と思われないような行動に続けるべきですね。わかりました。ところであなたの名前。あれ、いない。信濃鉄道線を、軽快に走る SR1 系、信濃鉄道の本社がある、上田の発車を全面展望で動画撮影します。では、どうぞ。あ、変な音は、気にしないで。外から自動放送が流れているけど、これは、向かい側で折り返している115系2両の、長野行きワンマン電車です。ドアが閉まります。ご注意ください。不審者扱いの童貞取り鉄さん、上田を過ぎてどこまで乗るのですか？それは秘密です。って。自分を不審者や童貞取り鉄と、罵るあなたは誰ですか？私は、長野県警特命係の風見一か、永遠の17歳です。あれ、どこかで聞いた名前だが、永遠の17歳だと、味噌汁のおばさ。亀甲縛りの上、すまきにして菊間川へ、投げ捨てましょうか？信濃鉄道をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は、小諸方面、軽井沢行き、普通、ワンマン列車です。終点、軽
縛りの上、すまきにして投げ捨てられる予定の、千曲川に沿って、SR1系の普通軽井沢駅ワンマン電車は、軽快に飛ばしていたら、あっという間に小諸に到着。うぷ主は、ここで降りて、SR1系の発車を、お見送りをしますので動画撮影しますか。SR1系の発車メロディーは、信濃の国みたいですが、今流れたのは、フルコーラスではないみたいなのでどんなものか？噂では、北陸新幹線長野駅でも使っているみたいですね。試しで乗車した、信濃、鉄道の新型車両でもある SR1系、次回は通勤ライナーか軽井沢リゾート号に乗って、その実力とやらを見せてもらおうか。階段を渡って小海線ホームに来て、小淵沢駅には、乗らず、3番線に停車している115系台湾鉄道移動、撮影。今度来る長野駅は、うぷ主が、アモリから戸倉まで乗った。初代長野色なので、1番線に戻って、軽井沢で折り返した115系初代長野、色の長野駅ワンマン電車を、撮影。そして、小諸を発車する初代長野色を見送りするべく、動画撮影をします。SR1系導入で、115系にも廃車が出ていますが、初代長野色、信州色、湘南色等の、特別塗装編成については、JR との契約期間がまだ残っているとはいえ、高羅電車のことを考えたらいつ終わるかわからないので、記録はお早めにですね。でも、SR1系導入計画が変わるみたいなのでどうなることやら、その前に新潟の115系は今後どうなるのか、取りに行かないと。初代長野色115系を見送った後、改札を出ました。小諸といえば、小諸城や懐古園があるけど、数年前に、信濃大町の木崎子が舞台だった、お願いティーチャーで、関わったスタッフを、中心に作った、あの夏で待っているの舞台でもある。うぷ主も見たし、信濃鉄道も115系に、ラッピングすれば、イベント列車を、走らせたみたいです。それはさておき、小諸駅前の蕎麦屋でお昼を食べて、食後に隣のお土産屋で、信州土産を購入。店内には、あの夏で待っている関係の、グッズやポスターがあったので店員の許可を得て撮影。巡礼ノートを書いて、小諸駅からは、JR バス関東が運行する、バスタ新宿駅に乗ります。今回は、ネット割拡大キャンペーンの期間になるので、それを利用したので、小諸からバスタ新宿まで、クレジット決済の 30% 引きで、2000円以下で乗れるのである。というわけで、JR バス関東、東京支店の、バスに乗って、小諸駅を、発車しますので、動画でどうぞ。お待たせいたしました。バスタ新宿駅発車です。走行中は安全のため、シートベルトの着用をお願いいたします。バスが動きますので、ご注意ください。
携帯電話はマナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。車内での会話は周りの方へのご配慮をお願いいたします。詳しくは座席に備え付けのインフォメーションをご覧ください。皆様が快適にお過ごしいただけますよう、車内マナーにご協力をお願いいたします。Thank you for riding JR bus Hanzo again today. This is the expressway bus bound for Basta Shinjuku, Shinjuku Station. Smoking is prohibited in the car. While the bus is in motion, please ensure that your seatbelt remains fastened. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from making calls. Please lower your voice so not to disturb.横川と軽井沢大水峠で結んだり、ドリーム金沢号系統や、ウプ主が乗っているバスタ新宿駅の運転士さんが所属している、JR バス関東、小諸支店に停車。バスの車窓からは、平成最後の旅で、宿泊した、佐久平駅前にあって、スーパー銭湯が併設しているビジネスホテルを、眺めながら通り過ぎました。あの時は、シナノサンライズ号に乗る関係で、早く出ましたけどね。そうしているうちに、佐久平駅で客扱いして、岩村田駅でも客扱い。佐久インターから上信越道に入り、関越道と接続する藤岡ジャンクションを過ぎた、上里サービスエリアで10分休憩。ウプ主が乗った日は、日曜日だったので、関越道は、鶴ヶ島や川越、所沢あたりから、大渋滞になるかと思ったが、大泉ジャンクションの先で渋滞しただけで、約15分遅れで、ウプ主が乗った高速バスは、バスタ新宿に、到着、向かい側の小田急線に乗り換えしましたが、アモリの踏切での撮影で、使った脚立と、使用しなかった三脚を持っていたので、とりあえず、課金して特急ロマンスカーに乗って、夕飯前に帰宅したのである。今回の巡る冒険は、アモリでの、カシオペア新州をメインにした撮り鉄と、シナノ鉄道の新型車両でもある SRH 系の体験乗車をした前後編の構成になりました。鉄道を使った旅はいいですね。でも、アモリでの撮り鉄で警察沙汰になってしまったのは、撮影地や駅での撮り鉄のマナー問題が、ワイドショー番組によって、地方の地元住民まで広がってしまった結果でしょうか？ウプ主から、これだけ言えるとしたら、本当に鉄道撮影の、マナーは、守りましょう。説得力ない？絶望したー。今回はここまでにいたしとうござりまする。